ゆうや。何の関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、ええつらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。お前が人工波を使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人工波勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。最初の勝負へ。ああ。